縄文時代のロマン感じるな。あれ、縄文人？ハッシュタグ鹿児島。縄文時代にタイムトリップ、歴史と文化を楽しく学べる上野原縄文の森を訪ねます。あら、縄文人かと思ったらアマンさんじゃないですか。上園さん見てください、この縄文土器すごい出来じゃないですか。縄文服がお似合いのアマンさんに案内してもらいます。アマンさん、こちらの上野原縄文の森っていうのはどんな場所なんですか？約1万600年前の縄文時代の大規模な定住集落跡、国指定史跡になっている上野原遺跡を保存活用している施設になっています。縄文時代を学べる展示館や復元集落などがある見学エリア、そして火起こしなど縄文体験ができる体験エリア、2つのエリアに分かれている園内、ゴールデンウィークにはイベントが開催されます。上野原縄文の森のゴールデンウィークは第20回春祭りを開催します。特設ステージではプロのパフォーマーや地元団体によるダンス、音楽などが披露され、クイズ大会も開かれます。また縄文体験などを楽しむことができます。いや、縄文体験楽しそうですね。そうですね。あれ私も縄文人になってる。あら、上園レポーター、縄文人になりきって縄文体験。では縄文人気分で火起こし体験をします。よし、煙が出てきた。煙が出てきます。いい感じです。頑張れ頑張れ、よいしょ頑張れ、よいしょ頑張って、よいしょ頑張って、 OK OK、 いいですか？ OK、 火種を入れて、あ、火がちっちゃくついてる。頑張れ、こい、お願いします。あ、でも煙はいる。オッケー、あー、オッケー、ウィン、つきました。ナイスです。縄文人すごい。続いては弓矢作り。まずは、紐のところで10センチぐらい開けて結び目を作っていただきます。もう結びでいいですかね。はい、はい、大丈夫です。はい、しなりを利用して、おー、はい、うん、完成です。あ、これで完成。はい、すごい、簡単。果たしてその出来栄えは。いきます。えっ、おー、やったー。今夜はウサギです。上野原縄文の森では奄美群島日本復帰70周年を記念して企画展キュラ島奄美の歴史と文化も開催しています。個性あふれる奄美の歴史と文化に触れてみませんか？ゴールデンウィークにご家族でいらっしゃって、太古の風を感じていただいて、縄文時代を丸ごと体感していただければと思います。こんにちは、南です。ここからは鹿児島県からのお知らせです。自動車税種別割は毎年4月1日現在の自動車の所有者や使用者に納めていただく税金で、納付期限は5月31日水曜日です。金融機関窓口やコンビニ、ペイジーでの納付のほか、クレジットカードやスマホ決済アプリを利用した納付も可能ですので、期限内の納付をよろしくお願いします。詳しくは鹿児島地域振興局自動車税課、またはお近くの地域振興局、市長の県税担当課へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。続いてはこちら、マイナポイント第2弾の申し込みはお済みですか？
マイナンバーカードを今年2月末までに申請された方を対象に最大2万円相当のポイントがもらえるマイナポイント第2弾を実施中です。申し込み期限は9月末です。まだ申し込みがお済みでない方は期限内のお手続きをお願いします。申し込み方法など詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせいただくか県のホームページをご確認ください。県では民間企業などで5年以上の職務経験がある方を対象にした職員採用試験の第1次試験を8月13日日曜日に鹿児島市と東京都で実施します。募集職種は行政と農業や土木などの UI ターン枠8職種です。申し込み受付期間は6月1日から30日までです。期間中に県の電子申請システムポータルサイトからお申し込みください。受験資格など詳しくは県人事委員会事務局へお問い合わせいただくか県の職員採用ホームページをご確認ください。そしてこちらの情報も。第69回県美展を5月20日土曜日から28日日曜日まで県歴史美術センター黎明館と鹿児島市立美術館で開催します。県内在住者や出身者による公募作品展で公募会員の部は洋画や彫刻などの6部門ハートフルの部は平面・立体の2部門で作品を展示します。開催初日にはギャラリートークも開催しますのでぜひご来場ください。観覧料など詳しくは県のホームページをご確認ください。新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5月8日から5類感染症に変更となります。変更後も新型コロナウイルスがなくなるわけではありません。引き続きこまめな手洗いや手指消毒、定期的な換気を行い、体調不良時に備え抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤の準備をお勧めします。また少しでも具合が悪いときは外出や会食を控え、医療機関を受診する場合は事前に連絡し、マスク着用などの感染対策を行いましょう。以上、鹿児島県からのお知らせでした。ハッシュタグ鹿児島、来週もこの時間に